どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、とうとうね、来てしまいました。こちらね、アメックスのこちら、ゴールドプリファード。今ね、非常に人気のクレジットカードなわけなんですけども、こういったね、アメリカンエキスプレスのクレジットカードから、バンドルカード。こちらはですね、2、3ヶ月前からチャージがね、できるようになりまして、でですね、ポイント付与はですね、満額でもらうことができてたんですよね。こちらがとうとうですね、今日、2020年5月の30日なんですけども、 ポイント付与半分の加盟店にね、公式サイト記載がされてしまいましたということで、 本日はこちらの解説と、またね、もうそろそろ6月になりますので、追加チャージのまとめ、またね、投資信託の購入まとめですね、一緒にね、やっていきたいなと思いまして、またね、アメックスからね、一応そんなにね、期待値は高くないね、キャンペーンも来ておりますので、こちらの解説ね、合わせてやっていきたいなと思います。ということで、バンドルカードはですね、とうとうね、ポイント付与半分のね、加盟店に乗ってしまったということで、このね、アメックスのゴールドプリファードもですね、今新規入会キャンペーン、 強化しておりまして、まあ、100万円で、ね、使ったらボーナスポイントっていった形でね利用している方非常に多いと思うわけなんですけどもやはりねチャージでね決済しようね済ませたいということでこのバンドルカードね発行された方非常に多かったと思うんですけども残念ながらですね2020年5月の30日でポイント付与半分の加盟店の音、ね、掲載されてしまいましたので アメックスのゴールドプリファードであれば100円で1ポイント普通はね、貯まるわけなんですけども、えバンドルカードに関しては200円で1ポイントっていう風になりますので0.5%還元になってしまうって言ったがちになります。こちらはですね、今までね、このアメックスのね、プリペイドカードっていうのはチャージができるようになってしばらくの猶予期間みたいな感じでしばらくの間ですね、ポイント満額取れるんですけども、しばらく経ったらですね、ポイント半分になるっていうのはね、もうずっとね、あの来ている感じになりますので、 でででととととうううねねねなっってしまったかということでいこや非常に、ね、残念ですよお、ね、そらくね、私が知る限り、えー、プリペイドカードでね、チャージして、ポイント満額取れるっていうのは、こちらのね、あの、マイザ社長のね、ありがとうバンク以外ね、多分ないのではないかと、 思います。ま、あこのね、ありがとうバンクカードはですね、ま、チャージでね、満額取れて、まあ、いいことはいいんですけども、IC チップもないですし、3D 席はも通っておりませんので、ちょっとね、あの、チャージしていただいてもですね、常にあの、スライドで決済しなきゃいけなかったりとかですね、3D 席は通ってませんので、 ペイペイにも5000円しか月使えませんし、モバイルスイカとかもチャージできませんので、まあちょっとね、お勧めすることは難しいんですけども、まあ、もしね、どうしても音楽でチャージしたいっていう方は、このね、ありがとうバンクカードがね、今後のね、メインになっていくかなっていうところですかね。まあ今回ですね、スイカチャージと、えー、またね、当新宅の購入もですね、えー、もう5月終わりますんでね、まとめて紹介していきたいと思いますので、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、まずですね、今回の公式サイトの発表からですね、まあ、こちらはですね、アメックスの方はね、プレスリリースを出さないで、このページにね、こっそり記載されるって言った形になります。これ、アメックスの公式サイトなんですけども、200円で1ポイントの主なご利用先ということで、公共料金とかね、税金とかね、記載されているわけなんですけども、 今回ですね、バンドルカードがね、入ってしまったって言いたがちになります。今のところね、ありがとう版カードはね、入ってないわけなんですけども、まあ、それ以外のですね、aupay、amazonpay、webmoney、プリペイドカード、エブリング、キャッシュ、d 払い。 え、B4 さん、バンドルカード、楽天ペイということで、まあ、こちら全部ですね、200円で1ポイントっていう風になりますので、0.5%還元っていった形になります。それでは次にですね、一応追加チャージルートと、またね、投資インタクの購入ルートですね、もうそろそろね、5月も終わりますので、まとめてね、行きたいなぁと、 思います。で、まずですね、スイカチャージに関しては、プリペイドカードね、たくさんありますけども、プリペイドカードね、どういった感じの還元になってるかというと、こういった形になっておりまして、先ほどね、話した通り、ありがとう版カードに関してはですね、今もね、1%還元が取れます。取れるんですけども、こちらね、3D 席はも通ってないですし、IC チップもございませんので、チャージね、あの、モバイルスイカにチャージできないんですよね。ですので、この1%は取れるんですけども、 肝心なモバイルスイカにチャージできないっていう風になりますんで、まあこちらね、プリペでチャージしてどうしても利用されたいっていう方はね、おすすめなんですけども、まあ普通に使う分にはですね、普通に1%還元取れますので、まあこちらでチャージして利用するっていうのは病院とかですね、あの税金とかも、まああのポイント半分になっちゃいますよね。だからポイント半分になるようなところでですね、利用するっていうのは、まあいいのかもしれないんですけども、結構ね、癖が強いですし、まあ、 物理カードもね、あの、有料っていう風になりますんで、一応1%還元取れるプリペイではあるんですけども、チャージすることができません。で、またね、ペイペイとかにはね、一応、あの、登録することができるんですけども、3D 席は通っておりませんので、月5000までしかね、利用することができませんので、この点だけご注意ください。 バーチャルカードも確かあったと思いますんで、バーチャルカードでも PayPay は登録できるのではないかと思います。ちょっと私はもう物理カード発行してますんで、そこはちょっと確認できないですけども、気になる方はやってみてください。で、0.5%還元に関しては、このね、プリペイドカード、どれもね、0.5%還元、aupay, プリペイドキャッシュバンドルカード、今回ね、えー、入ってしまいましたけども、B4 さん。ま、すべてね、0.5%還元で、モバイルスイカイもね、チャージすることができます。まあ、簡単に利用されたいっていう方は、 このルートがねおすすめかなっていうところですかね。でイディアに関しては、えー、決済カウントは入りますけども還元は、えー、ゼロっていうふうになりますのでいくらチャージしていただいても、えー、ポイントはもらえません。でモバイル追加には一応流すことができます。まあこういった感じで、えー、簡単に利用されたいっていう方はこのルートがねいいのかなっていうところですね。 で、もっとね、お得に利用されたいっていう方は、まあ、チャージルートをね、組んでいただく形になります。まず、モバイル Suica からね、行きたいと思うんですけども、こちらは iPhone の方ですね。スイカチャージする場合は、Amex のクレジットカードから a u p a y p リペ p a にチャージしていただきます。ここで0.5%還元が取れて、<laughs> a u p a y プリペイドから ApplePay で ANAPay にチャージしていただきます。こちらにチャージしていただくと、 え、モバイルスイカにね、チャージすることできるんですけども、ここで0.5%取れるっていう風になりますので、0.5%、0.5%で1%還元で、 モバイイルスイカにねアメックスからチャージすすすることができますまあ、先ほどどもも言っておりますけどもアメックスからモバイルスイカもね、チャージすること直でできますけども、この還元取れなくなるっていう風になりますので、お得にチャージされたいっていう方は、こちらのルートがね、おすすめです。iPhone じゃないとね、こちらが利用することができませんので、このルートは iPhone の方のみが利用することができます。次にですね、Android の方に関しては、こちらのルートが一番おすすめなのではないかと思いまして、アメックスのクレジットカード、 かで,、ね、で、aupay からえ、モバイル Suica ってね、Android の方はチャージすることができてえ、還元が取れますので、こちらもね、先ほどと同じね、1%還元が取れて、こちらアメックスのポイント、こちらポンタポイントが取れるっていう風になりますんで、こちらはね、結構いいのではないかと思いますので、Android 利用されている方は、ぜひこのルートでチャージしていただければなぁと思います。まあ、どちらもね、1%還元取れますので、 Android、iPhone 利用されている方でできるだけ還元率を上げて利用されたいっていう方はこの2つのルートがね、おすすめです。で、次に当新宅購入したいですよ、楽天証券でね。 またね、税金支払いたい、国税、地方税支払いたい。またね、楽天ペイで通常利用していきたいっていう方は、こちらのルートがね、おすすめです。アメックスの還元は0.5%なんですけども、えー、ミニストップ利用できる方は1%還元。またね、えー、楽天ペイでね、利用した時の還元もね、プラスアルファで取れますので、こちらのルート非常におすすめです。私もね、結構こちらのルートで利用させていただいてるんですけども、アメックスから AU ペイプリペイドにチャージしていただきます。こちら月5万円までしか、 チャージすることができません。で、Apple Pay で1オンもしくは7個にね、チャージしていただきます。1オンであればミニストップで楽天バリアブルカードを購入していただいて、7、え、個、ー、の場合はセブンイレブンで楽天バリアブルカードを購入していただくと、こちらね、購入したものは楽天キャッシュになりますので、まあその後ね、こちらで利用することができます。で、どちらもですね、そのコンビニの電子マネーで払っていただくんですけども、 セブンイレブンの場合はですね、7個払いになって還元が0なんですよね。ですけども、えー、ミニストップの場合は和音でこの楽天バリアブルカードを購入した時もね、1%還元取れちゃうんですよね。ですので、こちらね、非常に強いですよね。電子マネーを買ってるにもかかわらず、還元が取れてしまうっていう風になりまして、で、この還元はですね、和音ポイント。 アルファベットのワロンポイントになりますので、V ポイントにもね、交換できて 70%ANA マイルに交換できますし、50%エ基本ンでね、JAL マイルにも交換することができますので、これはね、本当に強いですよね。ですので、この楽天キャッシュまで1.5%還元で最大チャージすることができて、楽天キャッシュはですね、楽天ペイで通常利用していただくと、 ここで1%還元が取れたりしたり、またね、えー、国税、地方税とかが手数料なしでね、支払いに利用することができます。で、税金の支払いの時はね、さすがに還元がないんですけども、 こちらですよね。今ね、この楽天バリアブルカードを購入すると、残高的にはね、楽天キャッシュになるんですよね。まあ楽天キャッシュを楽天ペイで使ったりするわけなんですけども、楽天証券の楽天キャッシュでの投資イン購入。こちらはね、今まで還元なかったわけなんですけども、もうね、数日後にね、控えてますけども、2020年6月4日よりですね、この楽天キャッシュで投資イン購入した分に関してもですね、こちら0.5%還元がね、 取れてしまうっていう風になりますんで、これはすごいですよね。ミニストップがね、近くにある方に関しては、アメックスからね、チャージしていただいて、1.5%還元で利用することができて、さらに0.5%ね、取れてしまうっていう風になりますんで、合計2%還元で、 当信託ね、購入することができるようになるっていうふうになりますんで、アメックスの決済使用されている方はですね、こちらね、非常におす,すめです。しかもね、税金も使えますし、当信託も購入できて、楽天ペイで通常利用するっていう方法もありますので、まあ、どのね、あの、利用先に関してもね、非常におす,すめですので、ぜひこちらね、利用していただければなぁと思います。で、こちらはね、iPhone だけのルートになりまして、ここはね、iPhone しか通ってないんでね。で、 iPhone と Android 両方を持っている方は、こちらね、わざわざ、えー、コンビニに出向かなくてもですね、えー、利用することができます。こちら先ほどのルート一緒なんですけども、auPay プリペイドから ANAPay、こちらに Apple Pay でチャージしていただきます。こちらね、あの、Apple Pay じゃないとチャージすることができませんので、iPhone しか利用することができません。 で、またね、この ANA Pay から、えー、楽天エディにチャージしていただいて、楽天エディから楽天キャッシュ。ここが Android しか通っておりませんので、このルートを利用する場合、Android と iPhone 両方ね、あの、必要っていう風になります。こちらもね、私ちょこちょこ利用させていただいているんですけれども、自宅完結で、えー、チャージすることができますので、非常におす,すめです。しかも、えー、還元率はね、えー、ここで1%が取れるっていう風になりますし、またね、先ほど同様、えー、楽天ペイで 利用していただければ1%還元取りますし、請求書払いも手数料なしで還元なくなりますけども利用することができて楽天証券楽天キャッシュへの投資信託購入も2020年6月4日からね0.5%還元取れちゃうっていうふうになりますんで、こちらに関しても1.5%還元でですね、ま先ほどよりね、ちょっと還元率は下がってしまいますけれども、 自宅でね、全部終わらせることができますので、両方持っている方はですね、こっちもね、非常におすすめです。ではね、アンドロイドしか持ってない方はどうなるのかっていう話なんですけども、こういった形になります。今ね、このアメックスのクレジットカードから、アンドロイド端末使ってる方で、この楽天エディとかね、ANAPay とか楽天キャッシュへのね、ルートがございませんので、アメックスをね、 使ったところで楽天エディに直でチャージすることはできるんですけども、還元は取れません。で、楽天エディから楽天キャッシュも還元はありませんし、楽天キャッシュね、利用するときに初めて還元が取れるっていう風になりますんで、 まあ、決済収容は詰めたりですね、楽天証券で楽天キャッシュね、利用したいとか、楽天ペイの請求書払いで手数料なしで支払いたいとかですね。まあ、こういった方はね、利用することができるっちゃできるんですけども、まあ、還元率はね、かなり下がってしまいますので、まあ、こちらはね、結構いいのかなと思うんですけども、まあ、それ以外はですね、結構厳しいものですよね。本当に、あの、利用した時のね、還元しか取れませんので、一応、アンドロイドの方もルートは通っているけども、還元率はね、かなり低い。 っていた感じになります、まあ、こういった感じになりますので、ひとまずですね、2024年6月4日からね、楽天証券の楽天キャッシュのね、投資イン購入で0.5%がね、上乗せされるっていう風になりますんで、こちらね、ぜひ覚えておいていただきたいですし、このね、アメックスのクレジットカードっていうのは、決済資料はね、ありますよね。決済資料の一環としてもですね、こちら利用していただければですね、楽天キャッシュでね、投資イン購入できてしまいますし、購入したね、投資インっていうのは、 え、売却することもできますので、決済仕様ね、利用されてるっていう方は非常にね、おすすめっていただきになります。 それでは次にですね、そこまでね、期待値は高くないんですけども、一応アメックスの方でですね、キャンペーンがやっておりますので、こちらもね、紹介しておきたいなと思います。どんどん広がるアメックスタッチ決済、セブンイレブンのタッチして1万円のギフトカードを当てようキャンペーンが来ております。こちらね、あの、詳細がこれに載っているわけなんですけども、ちょっと私の方でね、要点をね、まとめさせていただきました。こちらですね、期待値が低いっていうね、話をさせていただいたと思うんですけども、これね、1000名にしか当たんないキャンペーンなんですよね。 で、当たる金額はですね、ギフトカードが1万円分ということで、当たる金額はでかいんですけども、1000名にしか当たんないということで、かなりね、あの、厳しい部分ではあるわけなんですけども、まあ一応ね、キャンペーンやっておりますので、えー、紹介ね、していきたいなぁと思います。期間がですね、6月1日から8月の31日までエントリー不要って言ったがちになります。で、得点が1000名に1万円分のセブンプリカが当たるキャンペーンっていう風になっておりまして、対象点は全国のセブンイレブンっていう風になり で、条件が、えー、対象点にてタッチ決済が 利用していただくとですね、こちら当たるかもしれないということで、物理カードのタッチ決済でも OK ですし、Apple Pay のタッチ決済でも利用することができます。で、付与に関しては2024年10月頃に本会員住所へ送付されるということで、当たったら1万円分のギフトカードが自宅に届くキャンペーンっていうふうになります。で、こちらはですね、対象カードの一覧なんですけども、まあ、基本的にですね、ほとんどのカードがね、対象になっておりまして、ヒルトンもマリオットも ana もアメックスのプロパカードあと、ペルソナスタシアとかデルタスカイマイル、あとスカイトラベラーとかもね、対象になってるわけなんですけども、ここら辺もね、すべて対象になって、 おります。で、こちらのキャンペーンですね、利用していただければ利用していただくほどですね、当選確率がアップするっていう風になりまして、期間がね、6月1日からなので、この動画が出ての5月30日になっていると思いますので、あさってからね、始まるキャンペーンにはなるわけなんですけども、こちらの期間にですね、セブンイレブンを利用すれば利用するほど、 ギフトカードが当たるかもしれないということで、利用すれば利用するほどっていう風になりますので、え毎日ね、うまい棒を買って帰ればですね、もしかしたらね、まあ、この期間ずっと使ったとしてもえ、12円ぐらいしかしないので、まあ、1000円ぐらいで済むかと思うんですけども、まあ、ずっとね、毎日毎日、あの、うまい棒を買って帰ればですね、もしかしたら、 当たるかもしれないっていうところですね。で、一応タッチ決済のね、利用額は1円までしかね、利用することできませんので、まあ注意事項としてはね、これぐらいにはなるわけなんですけどもえ、ぜひね、アメックスのクレジットカードを持っている方で、このキャンペーン狙いたいっていう方は、ぜひね、チェックしてみていただければなぁと思います。まあ、セブンイレブンなんでね、なんて言ってもね、三井住友カード、私ね、あの、三井住友プラチナプリファードね、お勧めさせていただいておりますけども、あちらのタッチ決済がね、常時7%還元。まあ普通 普通にね、利用していただいてもね、9%から10%ぐらいまでね、あの対象点のね、タッチ決済のね、あの、還元率を上げることができますので、まあ私はもうセブンイレブンつっ,ったらね、私はオリーブのプラチェのプリファードついつもね、決済してますんで、まあそっちを優先しちゃうんでね、まあこちらを利用するっていうのはですね、本当にね、これが当たればいいなっていうところなんですけども、もしね、 え、利用されたいっていう方は、こちらね、ぜひ覚えておいていただければなぁと思います。エントリー不要なんでね、セブンイレブンで6月1日以降ね、利用していただければ、当選するかもしれませんのでね、ぜひ覚えておいていただければなぁと思います。ということで、アメックスからね、バンドルカードによるチャージが200円で1ポイントね、とうとう対象点ね、あの、掲載されてしまいましたということで、え、スイカチャージルートと、また投資信託の購入のルートね、まとめて紹介させて、 いただきました。まあ、このね、モバイルスイカのね、チャージに関しては、なかなかね、あの、ポイント満額でね、アメックスからチャージすることってできないんですけども、こちらの券売機ありますよね。こちらで、あの、切符買っていただければですね、ポイント満額取れるっていう風になりますので、一応この点はね、覚えておいていただきたいなと思います。まあ、こちらでね、切符買っていただいてもポイント満額取れますし、またね、海外旅行保険ね、アメックスのクレジットカードは利用負担になっておりますので、こちらでね、電車の切符購入していただいてもですね、 えー、海外旅行保険、ね、適用になななりますすのでで限らられれたた駅しか、ね、あの設置いいいんけけどももこちらも、ね、覚えておいておいだければなと思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画が気に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント。最近ね、LINE 公式アカウントで、PP 診断、マイル診断、マイルクリック診断、ポイントサイト診断ね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。 それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ